おい、亀田の分多くね。そんなことねって。うめえ。たまらんす。こんなうまい蜜、南米のどこで取れたんだ。さあ、奥義もよくわからないんじゃねえの。うわ。一体何が起きたの。これ休みよ。だって、だって。なんで休みがぺしゃんこになったんだ。警察呼ぼう。ダメだ。メンダの方ごめんだ。じゃあどうすんのよ。ここ私の部屋なのよ。なぜこんなことに。俺たちは夢を見てるんだよ。現実とは思えない。そうよ、これは夢よ。ありえないもの。じゃあこの蜜も夢なのかな。これが夢だと悲しいぞ。リルコ、今度はリルコが。蜜だ、蜜を舐めるとぺしゃんこになるんだ。おかしいじゃねえか。俺たちも舐めたのに。もしかして私たちもこうなるの。小木がこんなことを言っていた。この蜜は気づかれないように舐めろと。そう、先住民に言われたと。